23分にやめます。めっちゃ寝起き超寝起き、やばい、はよ、眠たいです。めっちゃ眠たいです。ゆっくり寝れたっちゃ寝れた。おはよう。すごい、みんなビスイベントのビスイベントで早く配信してたね。すごいや。イベント大変そう、みんな。マジ昨日14時間寝たんですけど、あの寝るの余裕でした全然余裕だった。もう眠たいよ4時間が眠たいね。それ特技睡眠ね。本当だよね。なんか特に話すことないや。なんだろう何今日、はよ、とりあえずこれかとりあえずこれ、ボールペン。ピクミン、ピクミンじゃないけどピクミン風。ヨハにメッセージまだ送ってない。今度後で送ります。昨日の雨やばかった。ああ雨だったっけ昨日。あそうだね、やばかったね。今日はやばいの雨てか、なんでこんな天気悪いんだ最近なんで、台風来てる。あそうなんだ。何これ、秋雨、秋雨前線。おお、なるほど、前線がどうたらこうたらってやつね。これまためんどくさいことだ。なるほどそれで今こんな天気な。はい、今日公演だ。今日も久々のポジションっちゃポジションなので楽しみです。
そう、意外に久々なんですよね。今お仕事から帰宅、お疲れ様です。今日も東京から来てない昼間楽しみにします。ありがとうございます。おはよう。全世界の皆様おはようございます。本当は6時半とかに起きる予定だったんですけどね。なんか気づいたらこんな時間まで寝てた。マジでいくらでも寝れる。もうこの話2回目だけど分かんない。だから普通のペン分かんない。会話力でもない。普通のペン、ビビビビビョン。マジで最近これハマりすぎてやばい。配信の時しかいじってないけど、ちょっと目が眩しい。今日はよろしくお願いします。ゆうはの生誕祭です。楽しみだばー。そう、あとお昼公演だけっていう方も、なんだろうな、お昼公演っていう方だけっていう方も、3期生ラブな方が来てくださる気がしているので、よろしくお願いします。楽しみましょう。お腹すいたなぁ、東京も病だった。本当に？そっか。なんか結構その3期生で押してくださる方も多いですよね。その3、もしなんだろう、まあ3期生箱押しの方もいらっしゃいますし、その3期生の誰々を押してるけど基本的に3期生大好きですっていう方もいらっしゃってね。やっぱりなんか3期って独特な雰囲気がありますよねなんか独特な雰囲気絆、そうですね。なんかやっぱりその2期生さんとドラフト3期生さんとの距離が空いてる、距離が空いてる、時が空いてるですよね、やっぱり。そのそうなんですよ。そう、結構年月が経ってから3期生が入ってきたので、それで多分3期生発行ししてくださる方も多いのかなって思ってて、ね、個人的には新しい人たち来たぞみたいな珍しく来たぞみたいな感じだったんですかね、わかんないけどね。そんな感じですかみんなもあ、ついに3期生かって思ったでしょね、ありがとね。
そう、ランも三期生ラブだから。声枯れてる。朝なので全然気にしないでください。朝だけ特別いっぱい食べてすくすく育つ。野球のネタじゃないですかそれ。やべ、すくすく育ちます。ねえ、今日のご飯は何だろう。地味に寒い。今日長袖で行こうかな。いやでもリハーサルしてるとすぐ暑くなるから。そう、いつも暑すぎて冷房下げてもらってるんですよ。冷房下げることってできますかとか言って。サウナになるの本当に。ステージ上がそう暑すぎてなんか足が上がらないです。リハはなんかでも劇場公演中は全然なんかそんな感じないんですよね。まあ暑いのが普通みたいな感じだからそんな気にならないんだけど、リハがめっちゃ暑いんですよね。劇場冷房効きすぎ。まあメンバーためですから6割くらい。ともうちょっとでも上げると多分こちら側がやばい。そう、皆さんね寒いと思う。私も思ってた。そうですよね。だからもう私たちと同じくらい燃えてください。うん、ちょっと熱を感じていただきたいので、そしたら多分暑くなります。いや、もっと冷房を下げてほしいってなると思います。はいよ。今日の朝は何だろうね。何だろう。そう、汗なんですよね。しかもまあポジションによって汗の隔離も違うんですよ。面白いよねそれ。よくメンバー言ってると思うんですけど、なんかそうなんですよ。夏希のポジションはめっちゃ疲れます。あれがなんかね、あの泣きべそかくまでと嫌いなのかもしれない。めっちゃ汗かく。うん、なんか体力使う。そう、ユニットだとね。うん、そうですね。空き缶もやばいけどまあ大丈夫か。結果全部どのポジションでも汗をかきます。でも夏希のポジションが一番かくかも。そう、プラス空き缶だしね。泣きべそと空き缶。だから前回の回転からのキックちょっとうまく映ってたよね。くたばれってやったから、てんててんててん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 ってたから、私一人のパートだったんですけど、ダンス。そう、あそこやってみたんですけど、めっちゃうまく映ってて、おーおおって。そう、あのぜひ前回のあの公演見てください。いつだっけね。いつだってチックタックと。721日、ありがとうございます。いつだってチックタックと、なる世界でなんだってさ。ってことでそろそろ終わりたいと思います。あ、水曜日か。そうだそうだ。水曜日から公演ラッシュになってるんだ。よかった。ありがとう。何回も見てね。開かないと思ってる。
そう、泣きべそ大変ですよ。めっちゃ高くジャンプしないといけない。あれまず歌が持たないんですよね。泣きべそ書くまでってやってます。そうだから嫌いなのかもと、あの泣きべそはめっちゃ鼻広げて歌ってますね。そう、もうあの鼻広げて歌うので私疲れると嫌いなのかもは高音すぎて出ません。はい、ってことでお礼をさせてください。13位石本氏ありがとうございます。12位山田のピクチャー氏ありがとうございます。11位古川氏ありがとうございます。10位みっちー氏ありがとうございます。9位かぎひこ氏ありがとうございます。8位こがやま氏ありがとうございます。7位くるる氏ありがとうございます。6位しゅうちゃん氏ありがとうございます。5位小型の大型氏ありがとうございます。4位やっぴ氏ありがとうございます。3位せってんがしありがとうございます。2位りゅうしありがとうございます。そして1位はちょこ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 ぽいやつくんしです。ありがとうございます。わーやつくんしありがとう。よいしょ、ありがとね。しばらく公園来れないんだっけ。そうだよね、また公園で一緒に盛り上がれる日を楽しみにしてるよ。ありがとね、ゆっくり休んで。ありがとう。はい、ということでちょっとやかましいんですけど画面が、明日の利用設計願をさせていただきたいと思います。いきます。明日って言った今、今日だよねいきます。今日の皆さんの席がいい席でありますように。お願いします。 OK そう、前回の水曜日はちょっとみんなね、あのベルワールド民はちょっと端っこ、そうセンターブロックもいらっしゃったんですけど、結構端っこにたまってたので赤尾が。そうだから今回は皆さん前の方で真ん中で見ていただきたいなと思いますし、今日はユーハの生誕祭なのでお昼公演もぜひ私のあのサイリウムたくさん振ってください。夜公演はユーハが主役なので、ユーハを輝かせられるように頑張りたいと思います。ユーハお誕生日おめでとうね、じゃあみんな後で会いましょう。後で会おうね。ね、ユーハ生誕祭もお待ちしてます。そう、統計がもうないので、そう、もう宣伝できないんですけど、統計ありがとうございます。じゃあバイバイ、ありがとうございます。あ、また後でね、リハーサル頑張ってきます。バイバイまたね、よいしょ、バイバイ。